なんだあれ、一の白子。うん、それにしてもえらい感じ悪いやっちゃな。あの制服青芝じゃね。青芝。お前めちゃくちゃ頭いいとこじゃねえかよ。なんでそんなところと知り合いなんだよ。いや、だって俺さ、中学青芝やもん。イッチーってさ、実は頭良かったんだ。まあね、でもさ、途中で落ちこぼれたからここには上がれんかったけど。いや、青芝行っただけでもすごいって。まあ、今はその面影もないけどね。ないけどね、じゃないじゃん。おい、ダッツ行くわ、ダッツ。ダッツ、俺らボーリングがいいかもしれない。やっぱダッツでしょ。練習してんだから、これ。じゃあ夏目先生って開業医なんですか。はい、といっても父の病院ですけど。へえ。ってことは将来そこをお継ぎになる。そのつもりです。はあ。ということは夏目先生と結婚したら院長夫人。さあ、この主人はメイでございますから。いいじゃないか。うちは祖父も曽祖父も医者なので、僕で4代目なんです。すごい。ババ家は代々ババを。さすがですね。私も4代目を継げ継げなんて言われてますけど、いやでも私は教師の方が。4代目、何をされてるんですか。気をつけろ、この野郎。どこにだるんでんの。すいません。